ロケットは東京都千代田区外神田にあるアマチュア無線専門店。運営母体は影響株式会社。かつては秋葉原を本拠に関東一円で展開する家電量販店チェーンを運営していた。激安という言葉の生みの親とも言われ、カラフルなポップデザインを駆使した激安を売り物にした垂れ幕を店舗外観全体に掲示するスタイルは他の家電量販店にも影響を与えた。 1946年に江川電気商会として創業。1956年7月に株式会社ロケット商会として法人改装。1965年1月に株式会社ロケットに称号を変更。1964年ソリッドステート化の進行と物品税率改定で余剰になった自社製環球式白黒テレビ自動機器等。 直販連売する目的で、秋葉原の中央通り沿いに1号店を創業。技術志向の高い顧客が集まったことから、アマチュア無線機器と、その関連用品の品揃えを強化し、国内そして、海外の愛好家間でも知られた存在となり、名実ともに、アマチュア無線の伝道となる。その後多店舗展開に乗り出し、ピーク時には、関東圏に30店舗町を展開。 1991年3月期決算で356億円を売り上げるまでに成長した。しかし、バブル崩壊後の不況で売り上げが低調に推移。バブル期に行った事業拡大に伴う借入金が負担となり、経営不振に陥った。1994年から店舗の閉鎖や人員削減などのリストラを進めたが、景気低迷による消費不振に加え、 家電量販転換の競争による価格破壊により2000年3月期には202億円にまで売り上げが減少2000年10月2日約413億円の負債を抱えて東京地方裁判所に民事再生手続きを申請したその後は秋葉原と一部の公害店のみで営業を継続したがヨドバシア開業などの影響で人の流れが 大幅に変わったことに伴い、機関店であった本店を2005年12月23日をもって閉鎖した。2007年には3月18日に5号店ソフトセンターを閉鎖し、アマチュア無線本館の建物内に移転、ロケットソフトとして営業を再開。同月25日に1号店を閉鎖したことで、秋葉原の中央通り沿いで展開していた店舗は姿を消した。 秋葉原以外でも東京都板橋区のロケット食品館が2月25日に最後の公外店だった北、越谷店も3月18日に閉鎖された。これにより家電量販から完全に撤退した。株式会社ロケットは2007年10月10日に東京地方裁判所が破産手続き開始決定し2008年5月15日に破産手続き終結して消滅。 アマチュア無線本館を当初運営していた公共、電気株式会社も2007年7月13日に、影響株式会社を設立後に解散し、2007年10月10日に、東京地方裁判所が特別生産開始を決定。費用不足により2008年3月27日に、破産手続き廃止して消滅。2018年12月31日に、 アダルト DVD 専門店のロケットソフトを閉店。2019年5月3日にロケットソフト跡地へ、ロケット E カフェを開店。2008年から2010年にかけて、秋葉原の中央通り沿いに、ロケットソフトアウトレット館が存在したが、運営母体は異なっていた。ホームページや店頭で聞くことができる。バックコーラスを担当しているのは、高橋陽子。 秋葉原93号店、秋葉原東京都埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、群馬県。ありがとうございます。